パト先生からいただいた言葉をね、胸に明日から一歩ずつプログレッシブな毎日、プログレッションな歩みを続けていきたいなと思っています。よろしくお願いします。じゃあ最後一本締めで締めたいと思います。また来月お会いしましょう。よーっ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の今月はプログレッションというかと思います。バーピージャンプ連続1分間。そう8種目。肌ツルツル。いいじゃん、今日やりますね。慣れてるね。集まって集まって何するんだ。おーす Yeah guys Have a great day。これ初めてなんです。一番ベテラン。もう A になってるんで。A になってる。今出てます、セロトニンが。なんかグミみたいな。いやでもね、これの触り方普通や。音と色、中学生これやで。いきなり来て。駅の待ち合わせして、ちんさん誰待ってたら。なんかこう後ろからなんか来たなって、もう慣れてるから、え、黒人侍ですかって入ってたら、あ、やっぱりすごいよねって、すごいよね。しかも2回もうちょっと昨日ね、ズーンって鳥肌あったね。あの触り方初めて。大体男の子ってなんかこう感じたいじゃん、肉体を。男の子すごい。主配タッチ。そう、本当に。そう、こう。じゃあパトリック、みんながその触らせてって言ったら触らせてくれんの？いや、ちゃんとこう聞くと、もう全然いいけど、勝手に触るとちょっと腹立つけど。いや、たまにいるよ。もう完全にグッ、もう手出しながらってたまにいる。そう。触っていいですかって聞く人も。俺は大体、あ、いいよ。普通の話だよね。人に触る前にはね。そう、声かける。私がお尻こうやって触られるようなもんです。触られるんですか？いや、ない。まあでも夜の渋谷はある、なくはない。気をつけないと、だからお尻隠して歩いてくる。それってもう本当にシラフの方、それともなんかもう酔ってる、やっぱりそうだ。すごい。うまいわ、うまいわ。せーの。こっち、こっち、こっち、こっち。意外と改め見たらやばくない。すごい。やばくない。こう。いや、結構ついたね。ついたな。うわ、やば。いや、まだお肉いっぱい乗ってるけど。これがもともと肩幅ってすごいんだけど。今のボリューム。今のボリュームがすごい。え、これになりたい。ならないよ。おかしい。いや、確かに、いや、ならないのよ、そもそも。もう10年ぐらいからなるまで。私もこんなに細くはなかったけど、まあまあ、細めだったよね、このくらいね。本当に。わあ、すごい。今の方がお尻大きくなってるね。すごい。バルクがやばい。超これ綺麗よ。ありがとうございます。すごいね。やばいね、本当に。楽しいよ。何立てますか。何死んでますか。大丈夫ですか。大丈夫。なあなあ。なあ、もうダメ。あ、この顔はまだいける。まだいける。余裕でしょ。演技です。This is first time. First time for me. この人はまだ涼しい顔してるな。最高。いやー、すげえ。もう一時期ヒートのメンバーが揃っててマジやってましたよ。しかも日曜日の朝の夜勤明け、渋谷からここに来て。マジ持ってばしちゃいましたね。何年間ぐらい。本当に夜のこの代々木公園のヒート、もう気持ちがなんかわかんない。恥ずかしいか。ここでオフ会する？いや、ここでオフ会する。来たい人おいでよみたいな。いや、ここでオフ会最高じゃないですか、しんさん。ね。うん、広いし。夜来れる人だけ来て、ね、20分だけ。うん、ちょっとオフ会でみんなと20分プチヒートやりたいよね。そうだね。ここだったら本当に遠慮なくね、激しく動いても騒いでも OK だし、うん、でこれオフ会が終わってなんかパトリックなんかして貸したよね。して貸したい。いや、なんだったんだっけ。お返しやったんだっけ。俺忘れた。何かお返し返したい。お返したい。返したい。10万人ありがとうっていう気持ちでね。